いやでもまあ、音がそんなとこしかね響かないですから。うん、どう鳴らした？今気温がですね18度だそうですよ。暑いですね。もう暖かくなりました。はい、そうです。はい、ウエストジャケットやりますね。今はね、山の方に3つアンテナがあると思うんですけど、見えますか？一番左から NTT ドコモのアンテナで、一番右がソフトバンク、真ん中が au です。うん、こういう形があるんですよ。俺アンテナフェチなんですよ。まあそんなのがあるんですよ。だから携帯電話の基地局って結構一緒のところにありますからね。これ道の駅国崎の前の道を通りますね。でそれで、大分空港前を通りまして、大分空港道路を通りましょう。少し安全にスピードを出せると思いますんで。いや結構あれですね、後ろが監視されてると思うと怖いですね。あの皆さんのバイクで6速ですか？俺5なんですよ。で6を探しようす。ZX5 速？え、煽ってきてます？先生黒なんですか？平山先生。黒に菊の門かなんか入れたらいいんじゃないですか、金で。道良くなりましたね、ここ。ね、ギザギザ？これレコード盤って言うんね。通称バリバリマシンより。平山先生バリバリマシン見たことあります？ない。高架水道というトンネルですね。さんは見たことあるんですか、バリバリマシン。あの世代でした？うん、はい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 。はい、ああ。
僕ら高校の時あれあのバイク出し多かったんで大変だったんですよ。1日と15日はお金なくなるぐらいのバイク出しが出ますからね。うん、モトチャンプ買うじゃないですか。でバリバリマシン買うでしょう。して2ヶ月に1回走り屋バトルマガジンっていうのが出るんですよ。それとあと暴走族雑誌のチャンプロードっていう雑誌とあの平山先生が行ってた高校暴走族多かったでしょ。もうそんな世代じゃないの。世代は違うんですか。はいはい。ああもうラストラストですか。はい。こっからトンネルがないですからね、あんまり。国東町に入りました。どんな年にしたいですか。健康な年にしたいです。健康何事もなく健康な年。頑張ってください。